統一をエジプト最初の統一をナルメルがそもそも船乗ってきてるしとか、うんうんうん、で40隻ぐらいのその船と一緒に統率して行ってたりとか、うんうんうん、それそうだよSSMM さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ですか、ありがとうございます。ありがとうございます。まあそんな感じで、やっぱこう世界はつながっているなーっていう視点がやっぱすごく重要になってきてて、それをある種そのバーって今まとめていってるわけでございますけども、うん、ワールドワイドにね。でもほんまに学説みたいな話だと思うよ。おお、今回のトークライブも、うん、でもそうですね。学説ってだけでもないよ。だからほんまに今そのすごいつながりがあるのが。うん、トゥーランドベルグがやってる考察が、うん、うちのとこで伝わってる口伝と一緒なんですよねってなって、あ、その周りの方がすごく話してくれて、うんうんうん、トゥーランド Vlogs っていう YouTuber がすごくなんか近いこと言ってますよっていうのでつなげてもらうみたいな、はい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 、ことも増えてきてるじゃないですか。確かに。だからいや不思議なもんやなと思って、うんうんうん、まあそういうことやもんね。 そこにこう紡がれてきた話とまあ近しいのであらば、ね、まあちょっとなんかね、まあどれが事実とか別にね知らないですが、そうそうそう、まあ近しいことが起こってるといろんな伝承の中で、これマジですって都市伝説じゃなくやり続けるとそれこそほんまに怒られるじゃないけどやっぱエンタメとしてやってるから、そうやね、なんかそのギリギリセーフなのかギリギリアウトなのか、ギリギリセーフなんじゃん、これはエンタメでしかないし、こうちょうどいいバランスよね。なるほどね、見ていきましょうよ、いろいろ見ていくとおもろいんすよ本当に。コシコ伝というやらをね、歴史もう日本世界の歴史がおもろい、うん、世界の歴史をちゃんと違和感なく並べていってやっていくだけでも全部つながってくるからさ、うん、そうね、やっぱしそうなんすね、やっぱりね、そうそう、まあ、いろんなとこにいろんな伝承があるわけやもんな、全部残っててそれが全部つながってくっていうところがおもろいよな。うん、アフリカの方とかはもうほとんど口伝説があったもんね。アフリカは口伝やろな、残ってなさそうやったもんね。アフリカはね、部族の数がやっぱ多すぎるんよね。ああそっか、うん、ある種の人集落単位でこうすげえいるわけ。逆になんでみんなそこでやらへんかったやろって思うもん。支配なんていうか、だいぶ経ってからやん、うん、アフリカをみんながこうあってしだしたの、うんうんうん、それまでみんなこう出ていく方に出ていって、はい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 、もちろん交流はあったし、もちろん一部帰ってった人もおるけど、うんうん、ネアンデルタール人の遺伝子とか見ても分かるんや、うんうん、やっぱそのアフリカから出ていきました、うん、そのちょうど境目とかエジプトとかね、イスラエルとかちょっとこうアフリカ大陸がギューってやってこうくびれてるやんか、くびれて、うんうん、でそっからパタパタって大陸が広がる、あはい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 、これちょっとくびれてるところら辺がイスラエルやったりとか、あなるほど、エジプトやったりする、だから確かに出ていこうとアフリカ全員でさ、みんなわーって出ていこうとする一回ここに集まらなあかん、ね、うん、集約ポイントがあの辺ない、そう集約ポイントなんですよあそこら辺が、あーなるほどね、やっぱそこいろんな文化が要はそこで煮詰まってくるよね、うん、そのホモサピエンスがアフリカから出たって話だとすれば、うん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 、そこでやっぱ遺跡もいっぱい見つかってるし、うん、いろんな生活が行われてたわけね、そうそうそう、トルコの方行ったりとか、まあ、いろいろこう動きが出てくるわけですよ、うん、そうね、やっぱこの北の方はちょっと、まあ、時代にもよるけどめっちゃ寒かったりとか、うんうんうん、でもなんかみんなこっちに行きたがるのよね、うーん、でその中でまたその5万年前とかはさ、うん、ネアンデルタール人っていうホモサピエンスより前の旧人とかも生きてたりし、はいはいはい、デニソワ人とか、うんうんうん、そういう人たちもまた生きてたから、うんうん、ホモサピエンスが交わってんのよね、うーん、その辺で、そうそうそう、でそのだからちょっと前まではだからそのそっからバーって行ってるから、そのアジアの方にもネアンデルタール人の血が入って遺伝子が入ってて、うんうん、数パーセント入ってて、ほうほうほう、で日本人に関してはそのデニソワ人の遺伝子も入ってて、うんうんうん、日本来てるから、おそのほんでそのいろいろ混血してるわけやんか、うんうんうん、でもアフリカの方にはネアンデルタール人とかほとんど入ってない、デニソワ人もないと、うんうんうん、でも最近分かったのがちょっとやっぱネアンデルタル人の遺伝子入った人も戻ってきてたから、おちょっと入ってるぞと、ちょっとどうやら入ってる、そう最初はほんまないって言われててんけど、ほうほうほう、ってことは
戻っていく人がそんないなかったわけ。少なかったよね。でこれも不思議な話やんな。うん、確かに危険が多かったのか動物怖かったのか、うん、ちょっとそのカラカラすぎたのか、うん、でもそこで生まれてるわけよ、うん、みんなそっからなんか戻ってへんんですよ。戻らずにもう突き進んでるわけ。ずっとキュッてなったイスラエルの方でぐる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 してる。へえ、戻れへんかったよな。一応遺伝子的に見ると割とそんな感じやったりするんだよね。はあはあはあ、不思議やんなそれは。そうそうそう、別にあの頃ね、まあ体育完全に否定、全然一般的には否定されてないんやけど、うん、まあ僕も別にそれが全てだとは思ってないですよ、うんうんうん、そう。でもまあ今のところそういうふうに、まあ一応遺伝子学的にもミトコンドリア DNA って言って、本当はそのよく男性の Y 染色体にばっかり着目されるやん、うんうんうん、Y 染色体は Y 染色体でこう遡れるんやけど、うんうん、女性が X の遺伝子やからさ、うん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 、XY で男性生まれるわけよ、うんうんうん、XX だと女性でみたいな、おうおうおう、どっちにも X が入ってるから、うーん、そうそうそう、なるほどなるほど。で Y だけはその男系でずっとつながっていくから、うんうんうん、そのなんか男系の血筋がどうのって言うねんけど、うんうん、実は女系の方もミトコンドリアでもうほんまに究極のところまで遡れんねん。だから男系は要はそんな感じでこういう感じになっちゃうよ、どうしても、うんうん、まあどうしてもね。そう、でも女性はそんな感じでわーって遡れるから、うんうん、遡ったところがやっぱアフリカにいたホモサピエンスのイブって人だったよね。イブって名前つけてんねんけど、後付けでね。そうそうそう、後付けイブさんが。一応ミトコンドリアの遺伝子的にはそういう風にまあなってるから。あー、なるほどね、そこまでは遡られてるんですね。そう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 、へえ。ただそれがあの全てではないというか、うんうん、例えばやけど戦前の頃の日本のその考え方っていうのは、うん、言ったら日本っていうものは、うん、その原人から独自に進化してきた、うんうん、要は人種だったっていう風に言われてたわけ。うん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 。それが遺伝子学とかの発達とかその世界的なあれによってぐーって広がっていって、うんうんうん、なんかそういうなんていうの、Y 遺伝子なんか全然もう X ミトコンドリア DNA がで全然それ女系も女系でめちゃくちゃ大事やから。まあそりゃそうだね。女系例えば Y 染色体、例えば一回潰されて敗北しちゃった人が、うん、もう一回長い時間をかけてそのね、ずっと続いてる Y 染色体を倒したとするやんか、うん、じゃここに入れ替わるわけやんか、うんうん、で遡るのここまでしかないわけ、一回滅ぼされてるから、ね、一回終わると。でも X っていうかそのミトコンドリア DNA はもう関係ないから、うん、もうスパーンやからもう最後まで最初までいけるから。おー、すげえ。それはそれでめちゃめちゃすごい。いや、めちゃめちゃ大事やね、そっちの方をたどるとか。一族はたどられへん、たどりにくいけどな、多分そんなこうあれやけど、人類のあれとしてはたどりやすいんですね。そう、昔はそれだけ原人的な人種がいたのに、今はホモサピエンスだけになったのはなぜでしょうか。おっと、誰が来たようだ。何、女の人は Y 染色体ないんやな。まあまあそれがもうベースですから、ね、でもその場合どっちにも X が最強っちゃ最強で、うん、まあどっちにもあるからね。男性も YY じゃないから YX やから、うんうんうん、それが X なればもう女性でなるってだけの話で、うんうん、そうね、うん、そう。だからネアンデルタール人がなんで亡くなったのか、絶滅したのかとか、デニソワ人がなんで絶滅したのかってことはよく分かってないんですよ。その前だともっと原人もおるからね。そうやね、原人類とかはそうやったあれ、原人、原人ではその要はまずその原人がいた、原人がまずいた、原人はもうアフリカずっとおったけど、はいはい、原人ぐらいからそのジャワとかね、うん、いろんな北京とか北京原人とかおるやん、うんうんうん、そう旅立っていったわけよ。求人になってくるともう言葉も喋っとったみたいな感じになっていって、はいはいはい、でホモサピエンスになると、まあ、俺たちにはねっていう話、うん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 、で原人はだいぶ前にはもう滅びてんだけど、なんで滅びたのっていう話でもあるし、そうね、そう、例えばその求人とかいろいろ言われてんねんけど、うん、やっぱそのネアンデルタル人が最終的にやっぱヨーロッパの寒いところにやっぱ追いやられたのか行ったのか、これも謎なんやけど、なんでその住みにくいところに行くのか、わざわざね、シベリアのあたりとかさ、あー寒そう。そう、だからこれも気象学的にこうずっと遡っていくと、どの時代が氷河期でめっちゃ寒かった、ひよひよ、まあ、全体の氷河期がどこはあったかくてみたいな、うんうんうん、どこは寒かったかとか分かるわけよね。あー、なるほど、なるほど。なんでこの時代にここにわざわざ住んでんのみたいな、誰に追いやられてたみたいな話にもなるし、そうね、追いやられない限りよっぽどいかなそうや、まあ、食料も厳しいから結局取り合いになって争いになったりしてみたいな。ネアンデルタル人に至っては最終的にやっぱ共食いとかしてたような形跡も見つかってて、はい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 、もう生きていくのがね、もう食べ物なかってとかなって、それ争いっていう風になったのか、それも知って何万年って期間があるからさ、ああそうね、そうそうそう、だからそこに何があったかまではっきりとは分からんけど、ネアンデルタル人が住んでたとされる時期に、うん、その
こと離島のとこにいっぱい石器見つかってるから、ネアンデルタル人なんか脳みそホモサピエンスよりもでかいの、構造的に。ほうほうほう。ほんで言葉喋ってて船まで乗ってたとなると、あ、頭がいいんだね。もう一個前の文明やん。ああ確かに。それがまあ 1,2 万年とかあったらさ、うんうんうん、余計そうなるし。確かに確かに。で、まあ、日本とかはさ、やっぱその例えばエジプトとかをさ、うんうん、言ったらそのカラッカラで木も生えません、うん、ある時から、ある時5000年ぐらい前から、うん、ってなってくると、うん、まあ言ったらそのスフィンクスもそのまま残ってくるし、うん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 、そのピラミッドもそのまんまやんか。そうね。でも日本ってすごくて、うん、逆にすげえ隠しやすいっていうか、うん、例えば 岩山があっても木生えてくるし。確かに。岩にも木生えるやん、うん、だからもう森とかで覆われていくわけよ。そうってなっていって、で人骨とかもさ、うんうん、土壌の性質的にさ、うん、めっちゃ残りにくいねんって。なるほど。こう微生物がこう片付けていくじゃん。土壌がアルカリ性やったからどっちか忘れたけど、炭酸性とか忘れたけど、それで骨が残りにくい、うん、なるほど。そもそも日本でそういうもうなんかうまいこと残らんのよ。はあ、なるほどね。いろんな条件が揃ってやっとこの人骨とかも見つかるとか、はい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 、はい、やったりもするし、土そのものがね。もっと言ったら火山があったから、機械カルデラ大噴火もあったし、あ、富士山も昔は噴火してたやんか。はいはいはい、はい、で噴火するとどうなるって話やん。灰がブワッサー、まず、ね、火砕流がブワって出てきて、まあ、マグマが出てきて、それがその当時の土地の上に来るわけやん。でその上に要はまた火山灰が来るわけやからさ、うんうん、やっぱいろんなものがちょっとその消えちゃうわけよ。もう分からんくなるわけや、ね、その上からまたこう文明というか文化が発展していくと、出てくるから、よっぽどちょっとほじくってさ、はい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 、なんかその当時の火砕流の下まで掘り当ててなんか出てきたとかやったらさ、まだなんかあるかもしれんけど。確かに相当奥地なわけやね。これが原因で東北にばっかりその要は縄文のあるのが遺跡が見つか、ね、遺跡とかが見つかって土器が見つかって九州であんまりなかったりするのは、はいはい、機械カルデラ大噴火が原因やったりもするからさ、相当な量のこの火山灰とかがねいったんやろうね。確かにね。だから面白いんですよ、そういう風に見ていくと。なんかあ、そういう風になってたとした時に当時の人たちっていうのが、うんうん、そのでも縄文人を縄文人で交易しとったわけですよ、うんうん、ずっと船乗ってぐる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 動いとったわけで、うんうん、日本っていう概念がなかったら、それインドネシアであろうがさ、うんうん、北海道であろうがさ、ロシアであろうが、うん、今で言うね、関係ないやん、まあそうね、言うたら言うたらば関係ないですよ、国の概念がないから、うん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 、で、まあこの歴史見てったらわかるけど、遣唐使の時代なんでじゃあ鑑真とかあんな必死こいてさみたいな、うん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 、その船バンバン沈没してたのがあんなが千何百年前やのにさみたいな、うんうん、3000年4000年前の人たちがそんなスイ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 さ船乗りまくってたんって話やんか。そうやね。でこれもちゃんと歴史を知っていくと分かっていくんだけど、うん、要はそのあの例えば昨日もちょっと話したかな、これ昨日もちょっと話したかもね。あ、ちょっと帰る話したっけ。じゃでももうどこで話したかそうやな、覚えてないけど混乱してきたけどまあ要はそのあれも新羅とそもそも対馬から行っとったけど、新羅と喧嘩したから、うんうん、その海流を無視して、うんうん、こう船に乗らなあかんか、逆行してた、ね、だから大変やったとか、はいはいはい、で大航海時代も結局そのアフリカ大陸をぐるって回らなあかん、オスマン帝国ができちゃったから、うんうん、強すぎて、ね、インドに陸路で行けなくなったから、わざわざ海流を無視して真逆のルートから行かなあかんくなったから、うん、航海が大変やったんけど、そもそも海流、星の流れを見て海流に乗ったらもう割とどこでも行けるわけよ、うんうん、でもなんでこれが難しくなったかって言ったら、ここに敵が現れたとか、争いの時代でこの辺のラインは通られへんから頑張って遠回りしようとかって言うから航海が難しくなった。めちゃめちゃ難しかったよね。もちろんロストテクノロジーみたいなのもあんねんけど、うんうんうん、統一をエジプト最初の統一をナルメルがもうそもそも船乗ってきてるしとか、うんうんうん、40隻ぐらいのその船と一緒に統率して行ってたりとか、うん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 、フェニキア人がものすごいその大規模な航海をしてて交易をしてたっていう話も残ってるわけやん、歴史の中で、はい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 、このフェニキアがアルファベットの前のフェニキア文字を作ってるわけ、うん、でアルファベットなんて言ったらそのフェニキアを元にしてるわけやから、じゃあそんな古い人たちが船乗りまくっとったわけ、船の航海術に関してはやっぱいろんな歴史的側面も含めて見ていかんと、そうね、一概にはそうそうそう言えねえわけですね。そうなんですよね。技術だけの話でもねえ部分があったり、だからボーッとしてても海流にうまく乗ってたら普通につくっていう、なるほどなるほど、
海流にも運んでもらえるわけです、ね、そのラインで一番わかりやすいのはポリネシアのラインで、あーなるほどそうだからポリネシアから日本行くのも全然余裕で行けると、うん、あの朝の方なんかね、そうそうそう、開発してから一瞬でいろいろ移動できる、ね、アウトリガー反戦とかね、そういうのができてからやっぱすごいわーってなっていったりとか言ってましたね、そう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 みたいな、酸性土壌やね、骨のカルシウムが溶けちゃうから日本は自然に帰っていくっていうことですよね、はい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 、土に帰って